RSK イブニングニュースは RSK 産業放送で放送されている夕方のローカルワイドニュース番組である。この校では2005年3月28日に RSK イブニングニュースと解題されて以後について触れる。2005年3月27日以前については産業 TV イブニングニュースの校を参照のこと。1971年10月に 山陽 TV、イブニングニュースの番組名で放送を開始した、岡山、香川エリアの内容を中心に伝えるローカルニュース、番組である。2005年4月改編で、タイトルの冠を、山陽 TV から、RSK へ解した。後述の2011年に、番組開始40周年記念特番、40歳のイブニングニュースを放送しており、山陽放送は、 イブニングニュースを一つの長寿番組としている。番組開始当初からオープニングに山陽放送、山陽新聞のクレジットを入れており、山陽新聞社の協賛とニュース素材協力を得ていた。山陽放送が地上デジタルテレビ放送の最ル放送での試験放送を開始した2006年10月16日以降はハイビジョン放送となっている。 岡山、香川エリアのニュース以外にも、時折中四国の JNN 計画局からの企画特集も組まれたり、また変わったところでは、中近東からのリポートも伝えられる。こちらは、山陽放送が2012年3月まで、エジプト回路に支局を設けていた関係からであり、2011年2月、発生したエジプトの反政府デモでは、トップニュースで伝えられた。 また、全国、世界の重大ニュースについても当番組でも取り上げることがある。また、番組内で内閣総理大臣などの記者会見を中継することがある。すべて日本時間で表記。現在の出演者はすべて RSK アナウンサーである。平日岡田は入社2年目、井は入社半年と、それぞれ当時で前例がない早さの就任。 平日スポーツリポーター笑いあじちゃん天気予報書きの時間は目安。2021年4月時点のもの。平日土曜日曜、秋山豊博のどんぶら子、ニュースワイドテイク5時代は国会報告のコーナーはなかったが、その代わり毎月1回程度、地元選出国会議員をメインコーナーのゲストに迎えていた。2005年3月28日に、 TBS で、イブニング5、JNN イブニングニュースが放送を開始したのを機に、RSK イブニングニュースに改題された。名称変更のタイミングが、円の放送開始と同時であるが、イブニングニュースを名乗って、放送を開始したのは、RSK の方が30年以上先で、全国ニュースの方が同じタイトルに合わせてきたという珍しいケースである。このようなケースは他に、 RBC ザニュースと、総力報道。ザニュースの例がある。また、2009年3月27日の e 5遠慮番組の放送終了まで、両番組を内包しない別番組であった。岡山、香川県を放送エリアとする民放5局が放送する、平日夕方のローカルワイドニュース番組の中では、総力報道の放送開始まで、 この番組とテレビ瀬戸内のザニュース TSC は全国ネット番組のタイトルにローカル局名を冠せた夕方ローカルワイド番組でなく全国ネット番組に内包されていなかった。総力報道の放送開始に伴う編成変更によりザニュース TSC を除く岡山、香川民放4局のローカルニュース番組が全国ニュース番組に内包されることとなった。 こういう事情から番組表では全国ニュースの題名ニュースイブニングと掲載されていた。なお、全国ニュースが JNN イブニングニュースとしていた時代にはタイトルが同じなのでイブニングニュースとして掲載されていた。2009年9月28日以後は全国ニュースを形式上内放していないので再びイブニングと表記している。 2011年度の平日は本番組と RSK イブニング5時 N スタを一括内包した RSK イブニングの第3部として放送。公式サイト新聞 EPG 番組表でも本番組は RSK イブニングニュース。そしてイブニング5時は RSK イブニング5時 N スタは RSK イブニング N スタと表記されていた。 2008年から2012年の下記は、男性キャスター陣が上着を着用しない、クールビズを取り入れていた。ただし2008年と2009年については、半袖ワイシャツネクタイ姿で出演していた。2010年4月1日、番組の公式ツイッターが開設された。報道部記者や番組キャスターのアナウンサーが仕事の合間で書き込みを行い、 当日の番組の予告やニュース、気象速報、取材の裏話等が書き込まれる。アナウンサーの書き込みの大半は、天気予報担当の高畑誠で、主に気象関係の書き込みを行うが、ダジャレも多い。デザインは左側に番組ロゴを斜めに配置し、右側は、メインキャスター3人のシルエットとなっている。なお、公平。 中立の観点等によりリフォローはしないことにしている。http://twitter.com/scan.evening news 2011年10月に産業放送でイブニングニュースが放送開始されて40周年を迎えた。これを記念して10月6日に40歳のイブニングニュースと題した特別番組が放送された。ありがとうございます。